やはり何といっても佐々木さん、この1回のやはり先制点でしたね。そうですね、大きかったですね、フォアボールがですね、はい、ワンアウト1塁3塁から平田先制のタイムリーヒットが生まれました。昨日は4打数ノーヒットの平田でしたが、今日は第1打席からこのヒットを飛ばします。そして森戸のスリーランホームラン、この4点が大きく響きました。そして1回の裏、ワンアウトを取った後、2番の山崎はレフトフライ、そして続く梶谷をこの見逃しの三振、三者凡退でいい立ち上がりを見せた大野。しかし3回の裏、この荒波のいい当たりを平田ががっちりと掴んでファインプレー、ヒットを許しません。さらに高城、3回までパーフェクトピッチングの大野。しかしこの4回にベイスターズようやくヒットが生まれます。詰まりながらも石川、この後山崎が2番を送って梶谷、この辺りはこの王の攻略のヒントが見えたようなシーンだったんですが、1点で攻撃を終えます。5回の久典のピッチング、ツーアウトからこのカウント 2-2、 平田のホームラン、まあ、この久典が打たれたというところもありましたが、ドラゴンズが効果的に得点を重ねました。7回の裏、ベイスターズは2アウト1塁からこの金城がレフトへのツーベース、2塁3塁としてバッターは石川です。これでまず1点を返して5対2、そして2人目のキングオブホームを狙いましたがタッチアウト、2点差とはなりませんでした。そして8回、マウンドを任された福谷、ツーアウト1塁2塁のピンチ、これを抑えてきっちりとこの大野の後をつなぎます。一方のベイスターズもピッチャー藤江、林とつないで9回、この大原がマウンドに上がりましたが、詰まった当たりがレフトに落ちて6点目、これで6対2とドラゴンズリードが4点に広がりました。そして高城のパスボールもあって7対2となった後、この最終回9回の裏、高橋が締めてゲームセット7対2でドラゴンズが勝ちました。